たあなた。やっと来たな。どうしたんだいビリー、やけに興奋しているようだけど。まあな、久々に店長とゲームできんだぜ。そりゃ興奮もするだろう。ところで聞いたか店長、ゴッドフィンガーのリニューアルオープンで新作が2台も導入されたらしいぞ。そのうちなあな、俺と組んで他のプレイヤーと対戦してみねえか。ああ、やってみよう。ビリーと一緒のチームならきっと退屈しないだろうしね。へえ、店長なら俺の実力を信じてくれると思ってたぜ。よし、今日はこの最強タッグでゲーセン中に俺らの名を轟かせてやろうぜ。そこまで言ったからには足手まといにならないでくれよ。その心配はね、店長が来る前にドアの隙間からたっぷり予習しといた。もう頭ん中に戦術はできてるぜ。早速突入しようぜ店長。今日は混んでるし早くしないと埋まっちまうぞ。仕事で疲れたらまったりしていってね。
うちも早く帰りたいわ。Thank you.
準備完了。あなた様のためにご指名いただき感謝します。要救助者の位置を探索ルートの情報を更新しました。要救助者の位置を特定しました。測定結果によると要救助者の所在地に危険があります。速やかに救助を行ってください。ここは離脱ポイントだね。救助対象を見つけたらまた来よう。ドアの情報、残念ながら称号調査員から探索情報を更新しました。近くのフォローデータをスキャンしよう。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。所在地にと社員番号。ボンプにぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐフォローから出る。
索情報を更新しました。ホローレイダーが教えてくれたとこに行こっか。お兄ちゃん、HDD に検出されてないようだね。このキャロットのデータを使ってみようか。新たな探索エリアを表示します。新たな探索ルートを検出。競争エリアをご確認ください。ここでもデータをスキャンできるね。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。Thank you.
お兄ちゃん、やっと来た。ほら、こっちこっち。まずは状況を説明した。ああ、このゴミ袋、中は壊れたボンプの信号発信機でパンパンだよ。これだけあったら小型の信号遮断機数台分になるんじゃないかな。これでやっと千里眼&地獄耳の人工知能フェアリーに内緒で話ができるよ。お兄ちゃん、彼女について一回ち、うん、これってよくある新入りの悪口を言う展開かい？お兄ちゃんってばのんきだな。これは真面目な話なの。フェアリーがプロ棋士の活動に関わるようになってからしばらく経つけど、最近お兄ちゃんのホロー脱出ルートの演算は彼女に任せっきりなの。お兄ちゃんも気づいてるでしょ。彼女はローカルデータに一切頼らない。それで何のサポートもないのに、以前彼女はフォローのデータを一瞬で取得できるみたいなの。前に全都市 80% 以上の知能設備にアクセスできる権限を持っているって言ってたけど、今までの私たちはせいぜいフォローの一角しか見えてなかった。それが今や彼女のおかげでフォローの全貌までつかめるようになったわけ。ファエトーンのアカウントはなくなってしまった。プロ棋士としての腕を上げたところでまたキャリアは一から積み直した。うん、それも大事なことだけど、今はフェアリーがもたらすリスクについて話したいの。彼女は新エリートの上位勢力が夢にまで見た力を持ってる。私たちの手にはとても負えないよ。あと彼女がお兄ちゃんのところに無理やり押しかけた時、その時まで規約になんとかって言ってたけど、具体的な話は何もしなかったよね。これも引っかかってるんだ。だけどフェアリーの力をうまく利用できれば、ずっと調べてきたあの件も突破口が見つかるかもしれない。先生の悲願だってかもね。とにかく何とかしてフェアリーの正体をはっきりさせなきゃって、急いでも仕方ないよね。フェアリーのことはこれからゆっくり調べよう。フェアリーとは一旦平和に共存しよう。平和ね。人工知能なのに私にはすごく当たりが強いんだよ。それより覚えてる？この前ジャトヤにフェアリーの調査を頼んでたけど、それがね、特に進展ないみたい。ニコは匿名の下請け業者から金庫の依頼を受けたから、関係者とは一切会ってないんだって。この前なんだか当てにならない気もするし、面倒ごとに巻き込まれてさえなきゃ十分だよ。大事は生じより起こるなんて言うけど、あの、いろいろ話せたし今日はここまでにしよう。お兄ちゃん、最近はインターネットの新アカウントの名声上げだったり、ビデオ屋の今日はテレビでも見てリラックスしよう。Thank you.
挙が近づくにつれ、待望の民生プロジェクト、キュート地下鉄の改修が本格的に動き出しました。工事を請け負ったビジョンコーポレーションの代表にインタビューする機会をいただき光栄です。チャールズ・パールマンさん、本日中にキュート付近の工事エリア、通称カンバス通りで爆破解体が行われるそうですね。工事の全体的な流れを簡単にご説明いただけますでしょうか。若者よ、良い質問だ。キュート陥落後、崩壊した地下鉄路線は新エリートの交通と発展を阻む大きな問題となった。この問題を解決するには、壊れた古い地下鉄の残骸を完全に除去した上で新しい地下鉄を作らねばならん。そこで爆破解体を行うべく、我が社は採算を度外視し、高純度の工業用エーテル爆薬を大量に発注した。なるほど。ですが現在カンバス通りと都市部の間は通行不能となっています。どのように爆薬を輸送するおつもりでしょうか。ごもっとも。しかし我が社には文字通りビジョンがあるのだ。その点についても織り込み済みである。このデジタルマップを見たまえ。我々は現在デッドエンドホロー入り口に設けられた爆破解体本部にいる。マップ上の新エリートと爆破エリアをつなぐトンネルは強制ホローであるデッドエンドホローの存在により完全にホローに飲み込まれている。幸い一部ではあるが、デッドエンドホロー内にはまだ使える路線が残っている。よって我が社は爆薬を特製の列車に積み、ホロー経由で輸送することにした。そしてエーテリアスを回避するために細心の注意と工夫を重ね、爆薬の大部分を爆破エリアへ輸送することに成功したのである。安心したまえ。特別な起爆装置や外部からの強力な干渉がない限り、決して爆発現場をお見せしたいところだが、あいにく爆破エリア全体で民間の信号を遮断していてな。干渉による誤爆を防ぐためにはやむを得。今もなお通信が可能なのは我々専用の周波数帯を使う設備のみだ。爆破エリアから住民を避難させただけでなく、さらに保険として信号の遮断まで行うとは、御社の辛抱遠慮ぶりには感心するばかりです。そうだろうとも。我々ビジョンが目指すのは新エリート全ての住民の幸福なのだからな。数ヶ月前、ビジョンは競争入札によりこの度の旧地下鉄関連工事の請負いを勝ち取りました。ビジョンはより短期間低コストでの完成を約束し、下馬評で勝っていた白木重工に大差をつけて落札したのです。我々の特派員も白木重工の関係者に連絡を試みましたが、残念ながらお話を伺うことはできませんでした。パールマさん、今回業界の新星である白木重工に見事入札で勝利されました。何かコメント。ああ、白木重工は我々も非常に尊敬している相手であり、見習うべき同業者でもある。彼らもきっと。では次にプロジェクトにおけるコスト削減の秘訣をお聞かせください。今回のインタビューにそんな質問はないはずだが。どういうことでしょう。いや、私がもらったカンペにそんな質問は。パールマンさん、これは生中継です。パールマンが申し上げたいのは、ビジョンがこのプロジェクトにおいて決して不正なコスト削減を行っていないということです。今回の爆破解体にはパールマン直々に現場に向かい、市民の皆様の代わりに最後の瞬間まで立ち会う予定でございます。いや、ああ、そうとも。これから技術スタッフとともに列車で爆破エリアの監視拠点に向かうつもりだ。
工事が行われる場所はホローの近くだ。しかも大勢の人員を移動させる必要がある。やっぱりトップス財政ユニオン入りを目指す企業はやることが違うね。警報、街道カメラにて何者かが本店へ急速に接近しているのを確認。推測、トイレを借りたい。レンタルしたビデオの期限が迫っている。本店に対し、お客さんが来ただけだろ、僕が出よう。何よ、変な言い方しちゃって。え、たこのだるまみたいなおっさんを信じちゃダメだ。こいつは、あんたたち、ドアを開けるならちゃんとニャーって声をかけて。すっ転んじゃったぞ。ニャー、いらっしゃいませ。ここは六分街で一番のビデオ屋だよ。お客さん、それってどんな映画？面白いの？って違う。そんなことしてる場合じゃないぞ。分かってる。あんたたちはパエトーン。プロ騎士って何？プロし、待って、警戒しなくていい。私は猫股。ニコに言われてあんたたちを探しに来た。ニコってどのニコのこと？その人がこ、ジャトヤのニコだって。何でも屋のジャトヤの社長。ほら、あの子の偽物ってわけじゃなさそう。本当にニコのお友達？さっきのニュースで言ってたとこ、ビジョンの爆破エリアにいる。あのおっさんは全員を避難させたって言ったけど。なぜだろう。よりにもよってこんな時に。ビジョンの工事現場で一体何を？探し物だ。依頼したのは私。それに関賀組がケチをつけてきて、もみくちゃになって。とにかく人がぎゅうぎゅうで魚の缶詰みたいだった。待って、ゆっくり話してよ。ニコたちと魚の缶詰に何か関係があるの？うまく説明できないぞ。そうだ、ニコのポンプ。あの中にここ数日の視覚データが保存されてるはずだ。それを見ればきっとわかる。それは難しいと思うな。所有者のニコにしか視覚データのエクスポートはできないから。どうしても取り出すならマルセルグループに問い合わせないといけないしね。ピー、フェアリーなら何か方法を知っているのかも。何か言ったか？いやいや、何のことかな。そのフェアリー、ちょっと手伝ってくれない？確認。指示の内容ですが、ボンプ内部の視覚記録を出力することで間違いありませんか？ん？今誰か喋ったような。新しくインストールした PC アシスタントの声かな。どう？ボンプ内部で直近数日間の視覚データを検索中。自分がバカだった、もっと早くフェアリーを頼るべきだったとおっしゃってください。私がバカだったって、ちょっと調子に乗らないで。フェアリー、あとはよろしくね。ボンプと接続中、視覚データを取得します。取得完了、再生します。お、画面に出たね。どれどれ。ニコと出会った日のだ。
止まれ。シルバーヘッドの兄貴、今か動くな。はいはい、私は動かないわよ。二人とも落ち着きなさい。関ヶ組のお兄さん。だから何だってんだ。だからこれ以上間違ったことに命をかけるのはやめて、その時間でもっと自分たちのことを考えましょう。このアタッシュケースにジャトヤの全財産が入ってる。お見舞い金として半分あげる。中身を確認する。それはこっちでやる。そいつは左に4、右に7、カチって音が開いた証拠よ。ストリートをうろつく時の心得その1、知らない人から最初に提案されることは大体ワン。この2個の財布からお金を取ろうなんて100年は。じゃああたし、ストリートをうろつく時の心得その2。さっきの爆発音は力だ。ついてこい。使えねえ野郎が2人やられた。遠くには行ってねえはずだ。今すぐ追え。はあ、私を待ち伏せしてたわけじゃないの？その逆、私はあんたと同じ関ヶ組の被害者。猫宮マナ、猫股って呼んでくれていいぞ。ジャトヤに依頼を出したくって。でもその前にまずはここを離れよう。ニコの親分、いつになったら戻ってくんだ。ニコならきっと臨機応変に対応できるけど、楽観視できない状況なのも事実。はあ、だよな。店長から金庫の出所調査を頼まれてなかったら、あいつらの縄張りになんか近づきたくもね。ところでビリー、本当に風邪をひいたの？あなたがくしゃみで私たちの位置を教えていなかったら、こうして二手に分かれることもなかったのに。ああ、今使ってるオイル寒いと固まるんだよ。おかげで発生ギアの調子がいまいちだぜ。ゆうべちゃんと服を着ないでオーハニーを見てたんでしょ。ニコ、親分、無事だったのか。今ホローの方から出てきたように見えたが、ん、こちらの子猫ちゃんは。猫股って呼んで。あた、ふぅ、さすがニコの親分、こんな状況でも依頼を引き受けるとは尊敬するぜ。あなたが自分からニコに頼んだの？警戒しなくてもいいわ、アンビー。猫股が私をホローから連れ出してくれなかったら、今頃まだ関ヶ組の縄張りに閉じ込められてたわ。そうそう、警戒しなくていいぞ。私もあんたたちと同じ立場だ。私には数年前、関ヶ組のボス、シルバーヘッド、ミゲルに私の家族の形見を奪われたの。それを取り戻すために私は奴らの縄張りに潜入したんだけど。つまりあんたの家族の形見を取り戻して。ちょっと厄介ね。確かに今関ヶ組は混乱してるけど、あんたも見たでしょ。まあ和をもって尊しとなすって言うじゃない。だからあの形見、すっごく価値のあるものなんだけどな。そのうち30。価値があるですって。ニコ、一言、この依頼は危険だと思う。報酬の金額よりも依頼人の誠意を確認する方が大事。私の誠意は食べ放題のサバよりもずっと多いぞ。そう、でも映画だとこういうタイミングで仲間になる人には裏があるって。後になって恐ろしい幽霊になったり、体の中からモンスターが出てきたりする。私の体にモンスターなんかいない。触って確かめてみるか。いいえ結構よ。それと間違えないで。あなたが気にするべきは体の中。まさかアンビーが猫嫌いだったとはな。うん、待った、向こうの路地から足音がするぜ。見つけたぞ、ジャトヤメ、ぶっ殺してやる。な、
お前は。危なかった。まさか関ヶ組のやつが近くまで来てたなんて。おお、子猫ちゃんやるじゃねえか。一撃でこいつらを気絶させちまうなんてなかなかの腕前だぜ。えへん、関ヶ組の悪いやつを倒したぞ。すっごく頑張ったんだから。ビリー、顎の下をなでなでしてあげて。どうかしらアンビ、これで猫股の誠意とやらは確かめられた？手際がいいし力加減もぴったり。でも相手の反応が引っかかるわ。そんなの当たり前でしょ。家族の形見を探すためにあいつらとは何度もやり合ったんだ。顔でもその甲斐あってやつらの拠点を全て割り出せたぞ。私の調査によると関ヶ組は貴重品を全部で3つの拠点に分けて保管してる。それに偶然3箇所とも最近多発してるホロー災害に巻き込まれてるんだ。関ヶ組は人手不足でまだ中のものを運び出せていないみたい。うむ、確かに絶好のチャンスね。よし猫また、私がジャトヤをだ。あんたは関ヶ組の拠点に関する情報を握ってるし戦闘もこなせるみたいだから当分は。分かった。私も一刻も早く家族の形見を取り戻したい。これで決まりね。各自準備を済ませてからホローの近くで落ち合いましょう。猫又から連絡が来たわ。もうすぐ着くみたい。ミコ、本当に大丈夫？彼女の戦い方なんだか見覚えがあった。裏の世界で生きてきた人間にしか持ち得ない技術。でも決めるのはミコだから、私はあなたの判断に従う。アンビ、お前のその気持ちわかるぜ。私が先だったんだってな。何を言ってるのかわからないわ。何を言ってるのかわからないわ。でも損はないんじゃないかしら。私がいる限りあの子猫ちゃんが何を企んでたとしても逃げられやしないわ。それに最近確かに関ヶ組の残党に邪魔されることも増えたし、私たちには使命があることを忘れないで。バエトーンのために金庫の裏に隠された真実を突き取った。とえ猫股と関ヶ組が分けありだったとしてもあの子は関ヶ組の拠点を把握してる。金庫の情報を得る絶好のチャンスよ。その上で悪くない報酬も得られるなら願ったり叶ったりじゃない？ニコロ親分、そんな先のことまで考えてたなんて。ただいま、みんなお待たせ。いえ、まったく。あんたが来たら早速調査を始めましょうって言ってたとこ。そういうことなら今すぐ出発しよう。最初の。ホローに入ったぞ。みんな気をつけろよ。大丈夫、この辺はよく知ってるから。私についてきて。関ヶ組の拠点はもうすぐだ。あとエーテリアスを何体か倒せばすぐに着くぞ。
どうなってんだ。もう数時間は経つってのに、受け取り役はまだ来ねえのか。これ以上待っても来なかったらバックレてやる。大地、組に残されたブスなんざたかが知れてる。はした金にもならねえよ。あんなもんのために化け物になる必要なんてねえ。たとえエーテリア化しなかったところで重度侵食体になっちまったら終わりなんだぜ。フォローから助け、もう数分だけ待ってみようぜ。モスがいなくなってからうちの組はめちゃくちゃだ。昨日もまた3人消えたそうだ。たった1週間で20人も兄弟が組を抜けたことになる。まさかとは思うが、残った間抜けはついに俺たちだけになったのか。さあな。うちの組は一体いつからこんなふぬけになっちまったんだ。カンバス通りでのし上がり始めた頃はみんなでっけえ志があったのによ。それがどうだ、今や抜け殻当然じゃねえか。聞くと猫また。どうかあんたのこと、もう5回は呼んだのよ。家族の形見と関係のある話でもなかったのに、ずいぶん熱心に聞いてた。もしかして、ちゃんちゃらおかしな質問だ。私は子猫ちゃんなんだから、いろんなものに気を取られてなんぼでしょ。アンビーこそなんだか私のことを意識しすぎてない？それはさておき、ニコの親分も聞いてたけどよ、あん中に家族の形見が残ってる可能性はあるか。もちろんあるぞ。あんな世間知らずの小魚ちゃんたちに真のお宝の何たるかが分かるはずもないし。よし、そうときたら金目のじゃなくって依頼人のものがあそこにないか念入りに探すわよ。ほらほら、受け取り役とやらが来る前に門番たちをパパッとやっちゃいましょう。な、何だ。正義の使者、ここに剣刺す。盗んだ宝を返してもらうか。余計なこと言ってないで戦いなさい。警告、遠い技術をフォロー嵐、ふらつき殴り屋を発見。対象は格闘術を駆使した正面突破を得意とします。長期戦を回避し速やかに接着をつけてください。どけ。この箱は懐中電灯、古い雑誌、ボロい灰皿。くっそ、なんで靴下なんて入ってんのよ。あー気持ち悪い。関ヶ組のやつらなんてもの保管してんの。おお、見つけたぞ。何か見つけた？もしかして猫又の家族の大いにありえるぞ。子猫ちゃんの探してる形見がこのキラキラ輝く
ここ10年で最高最強のスターライトナイト限定バッジなら。で、開いた。これは猫股の代理よ。さっさとその手に持ってるガラクタを戻しなさい。それにしてもあんた硬すぎでしょ。手が痛いじゃない。次からはもっと分厚いセーターとか着なさいよね。お母さんが。分厚いセーターなんて着たらビリーが痛みを感じられなくなっちゃう。それもそうね。やっぱり着なくていいわ。ここはアンビーに感謝するところか。猫マタ、そっちはどう？何か良さげな手がかりはあった？あったあった。どれどれ。このよ、あ、それ私の箱の中。ムスッとして嫌そうに探してたのは誰だ？あれ、おかしい。それは三人でと。もう刀を下ろして。アンビー、猫股も財布をアンビーに返しなすねえ。猫股、この拠点はまんべんなく探してみたけど、このまま価値のありそうなものを片っ端からあんたに見てもらってたら、だってそもそもあんたの家族の。あ、確かに。どういうわけか今の今。他の何でも屋になら教えてあげてもいいけど。ちょっとどういう意味？その言葉聞き捨てならないわ。この前口コミブログでジャト屋の評判をよく調べたんだけど、あんたたち苦情を言いたいランキングトップ3に入ってたぞ。トップ50のコメントは全部依頼の品が壊れた、必要以上のダメージな。反論の余地もねえな。でも落ち込まなくていいぞ。あ、それにあんた、お、口コミブログで見たんだ。シルバー、え、フォローにおびき寄せて撃退って。そうよ。私たちにかかればあんたは私たちの大事な顧客よ。依頼が終わったらビリーがせ。よっしゃー、親分のおごり。おお、こないだみんなをスターライトナイトのテーマレストランに連れてってくれるって言ってた。わかった。がこれだけは約束してくれ。こん、うーん、さ、え、なん、確か猫のシリオンは、さっきは恩人って言ってた気もするが。悪かったよ子猫ちゃん。シリオンの変な習性なんてどれもただの噂だ。私は好き嫌いが多くてヒーローものにも興味がないってだけ。そう、まあ無理にとは言わないけど。そんなことはいいのよ。今はね、猫またみっ。拠点か。見て、地面に何か焼け焦げたものがある。本みたいに見えるけど。帳簿？それって割と大事なもんだろ。ニコの親分なんかちっとも俺に見せてくれねえし。連中、そ、関ヶ組は今や抜け殻同然。残った組員が過去をきれいさっぱり捨てたいなら、こういうのを処理しておくのは賢明ね。とにかく猫股の形見はなさそうね。
私の形見じゃない、家族の形見。わざと意地悪言ってるのか。二人ともそれくらいにして。さっきの門番たちも言ってたけど、関ヶ組最後の拠点はその近く。ちょっとタンマ、知ってるのか。もうニュースで見たことくらいあるでしょ。ここ最近ビジョンは地下鉄改修プロジェクトのために爆薬を爆破エリアに運んでる。それが、はあ、思い出したぜ。確かそこに要警戒エーテリアスがたむろしてるとかで、ビジョンはうまいこと爆薬を運べてねえんだろ。ねえ、その通りよ。デッドエンドブッチャーっていうエーテリアスを殲滅してホローを縮めることで爆破エリアへの安全なルートを確保する。それがビジョンの目算だったわ。でも予想以上にそいつが強かったから、仕方なくホロー経由で爆薬を運ぶことにしたみたい。猫又、要警戒のエーテリアスがいるホローに行くなんて聞いてないわよ。依頼についてもう一度話。もちろん手付金を。にゃ、持ち前の知恵と勇気で関ヶ組を壊滅に追い込んだあの時。いやー、関ヶ、けどそんなじゃとやも。でも大丈夫、私の家族の。早速口コミブログに。待ちなさいよ。別に私が言いたいのはね、ハイリスクな仕事ならもっと専門。ああ、追加料金が欲しいってこと。オッケーと。ニコの親分、そんな。バカね、私たちはあくまでも物探しに行くだけで、あの絵何がデッドエンドハローよ。本当？猫。え？いやいや、猫のシリオンは。うん、状況は大体分かったよ。あんたは今日に。そう、それからもいろいろあって。とにかくマスター、ただ速報です。生中継でお送りいたします。まもなくビジョンの再情報によると、この無人列車は自動運転モードで走行し、爆破解体に使う最後の爆薬を目的地まで輸送するとのことです。列車が到着し次第、現場の監視拠点に控えているパールマンさん自ら指示を出し、爆破解体が実施される予定です。パールマンさんは爆破解体の準備が整ったことを確認してから、技術スタッフとともに現場から撤収、市街地の本部に戻るようです。まずい、最後の列車。資格記録に。どうやって。みんなの前で列車を止めちゃったりなんかしたら、その場で治安局に使っ。事態を通報するのが一番だけど、ニコたちがホローレイダーをやってることもバレる。提案、いっそホローの中で列車を止めるのはいかがでしょう。そっか、外から直接ホロー。うん、今からデッドエンドホローに潜入。テアリー、列車の位置をリアルタイムで把握でき可能。目標車両までの安全なルートを計算しています。よし、今回は緊急事態だ。デッドエンドホローの中で列車を止める方法を探してみよう。にゃ、
もしもし、お兄ちゃん。うわ、すごい。直接フォローの中と通信できるプロ騎士なんて初めてだぞ。悪い気はしないけど、今は列車を止める計画に大丈夫、ちゃんと頭に入ってる。私たちの目標は爆薬を積んだビジョンの無人列車、自動運転モード、そして列車がトンネルに入ってけ。それから列車、うん、お兄ちゃんは列車のメンテナンスハッチから中に潜入し、残念だけどデッドエンドブッチャーの具体的な位置はまだわからないの。二人とも気をつけてね。了解。じゃあ行動。制御室までのルート情報を同期中。こちらからお入りくだ。よし、早く列車の進路を変えに行くぞ。ホローエリアの活性が変化してる。みんな気をつけてね。この異変で列車が遅れてくれる。待って。警告、極めて危険な個体を検出。直ちに回避してください。うわ、ビリーが言ってた化け物だ。よう警戒エーテリアス、すごい迫力。列車はマークされた地点から本エリアに進入します。エリア内には減速装置が一つ存在します。列車を減速させその隙に乗車することをおすすめします。わかった、早速始めよう。この猫又、あんたたちの進路は、にゃ、次の目的地は車両の、私だけならギリギリ下をくぐっていけるかもしれないけど、ボンプを連れていくのは無理。しかもこの辺りは地盤沈下のせいで深い穴だらけ。にゃ、今誰か喋った？まさかって、え、電車さん、私たち。猫また、君ね。緊張をほぐしたいのはわかるけど、向こうの、皆さん、どうしたんだい？待って、私たちが教会のに、星座は双子座。そんなに細かく紹介し、ついさっき危険、私はキャロットデータを所属。どうかフォローで道に迷った。それにしても家事代行の人なんかがどうする。助けたくってもまず向こう側に、もし私がお二人をし、にゃ、だいたい下から来るのか。やだ、
丈夫。ってことでいいよ。君もただの一般人には見えないけどね。すみません、その弊社は幅広い。そうだ、調査員様は先に きっと道中お役に立ちますので、どうか私をホローから連れ出してください。お願いします。あんたたちはどう思う？この子が電車を壊してくれたから、もう迂回する必要もないよね。まあ、無理なお願いでもないしね。うん、私もお兄ちゃんと同意見だよ。彼女を出口に連れて行くのはいいけど、一応知らない人なんだから、お互い内緒にしたいこともあるでしょ。カリンちゃん、あたしたちについてきてもいいぞ。その代わり、はい、よし、それじゃあ先を急ごう。カリンちゃんも先頭の方もよろしく。カリンちゃん、無心なおしゃべりはなしって言ったけど、あいつに突然おしゃべっちゃダメとは言ってないぞ。そうだったんですか。すみません、勘違いしていました。手伝ってくれる？これでスイッチを押さえたいの。こちらの大きなお方でしょうか。ドアの女王、残念ながら指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。We'll be right back.
ちもみんなカリンちゃんみたいにすごいの？え？私なんかよりよっぽどすごい人たちばかりです。チェーンソーメイドよね。ちょっと想像できないぞ。マスター、線路のルートを再構築しました。よし、ついでにカリンを出口まで送っちゃおう。岩はそこに置いといてくれたらいいから。注意、半径100メートル以内にフォローので…カリン、前方に出口…それはお互い様だぞ。カリン、その…よろしければ…お礼に？にゃ、本気？私の時は散々警戒してたくせに。どうやら、あまり…あとは列車の到着を待つだけだね。速度がどんどん落ちてるぞ。違う、ここはいつもの路線じゃない。総員警戒態勢。チャンス、みんな。マスター、まもなく列車が予定地点を…プロキシ、今だ。気をつけてください、マスター。この体…落ち込まないでください。マスターの血縁者はこの姿のマスターを称賛しています。普段は可愛くなくて悪かったね。この列車の今や熟練の忍者がスイカを割るくらい勝つ。さてを…はいはい、緊急停止ボタンを押せば…ち、めんどくせえな。少しは…おい、列車がルートを外れて…この列車に積まれているのは爆薬だけじゃない。あー、隊長、上から喋るボンプが落ちてきたのですが…は…せりゃ、何事だ。こっちだ。ここは私に任せて、先に戻って。キャロット…お兄ちゃん、聞こえる？何かがおかしい。
お兄ちゃん、お帰りなさい。お兄ちゃんは休んでて。猫又から連絡。うんうん、多分まだホローの中にいると思う。でも悪い知らせ。技術的な要因か。そうだね。ビジョンは列車が一番怪しいのは爆薬を積ん治安局っぽかったけど、任務で。それに猫又はまだ何かを隠してる。でも今くらいはそのことを考えな。ボンプと接続して